第2回ふるさと王決定戦でございます、はいはい、しかもね前回は静岡、徳島、沖縄、兵庫で、まあ 出身地ですね、出身地やりましたけども、うん、今日は第2のふるさと王決定戦 で、うんはい、で僕はだから千葉、うん、で袴田さんは仙台放送あるから宮城、東北放送、うんはい、で先生は大学が滋賀、うん、で青空君は大学が岡山っていうところで、はい、それを第2のふるさととして、はいそれでその都道府県別で、はい、クイズです。皆さん何年間住んでたんですか？4年ですね、大学で、うん、はい、あ、もう4年です。4年か、私は5年、うん、俺は千葉は21年から1,2,3,4,5,6,7,8 だから9年。おお、じゃあでも千葉って言っても俺、はい、船橋に住んでただけだから千葉って船橋だけだから。まあまあまあ、袴田さん、この前静岡で一番答えれなかったやん。何も知らない王じゃん。ふるさとのこと何も知らない王じゃん、はい、もちろん静岡入ってないよ、あれから。え、ダメですよね、通行禁止だから。え、通行禁止なんですか？川勝記事言われてなかった？静岡出身のくせに静岡何も知らないやつは通行禁止やっちって言ってなかったですよ。え、入ってんの？うん、え、禁止やのにな、負けたら禁止やで。え、禁止なんですか？そこ入ったら、はい、でも静岡ってだ結構通りますよ。どこ行くにも通りますよ。名古屋行くにも通るし。いや、別に飛行機で行けば行ける。今回もし宮城で負けたら宮城立ち入り禁止だから。待って、来月行こうと思ってるのに。だからそれもキャンセル。もうキャンセルです、キャンセル。佐藤さん、千葉の仕事行けなくなっちゃうんですよ。じゃあもうやめろ。もう入りなくなっちゃいますよ。いいか、じゃあもう、はい、ということでね、じゃあ1回戦決めよう。はい、じゃあグッドパ、グッドパ。わあ、先生とか。じゃあ俺と青空くんが1回戦、はい、じゃあ千葉対岡山でクイズね、はいはい、じゃあ3問ずつでしょうか、はい、3問ずつで千葉3、岡山3で、でサドンデスあったらでも増やしていきましょう。そうしましょう。 OK、 第2のふるさと王決定戦1回戦第1試合。はい、じゃあいきます。 OK、 はい、でで、はい、千葉県民なら誰でも知っていて千葉県内にしか存在しないお菓子屋さんは次のうちどれでしょう、うん、1そうそう、イギリス屋、2、オランダ屋、3、アメリカ屋。わかるんすか？簡単やろ。マジっすか？1、イギリス屋、2、オランダ屋、3、アメリカ屋です。僕今サスさんの反応でちょっと見て決めようと思ったんですけど、うん、全くポーカーフェイスですね。そりゃそうだよ。わかったから。マジですか？何を扱ってる店か知ってます？何を売ってるんですか？そんな言いたくなった。お菓子じゃないの？言いたくなった。また問題言って。ザッサ絶対分かんないですよ、これ。分かってるよ。分かってるよ。ザッサ絶対分かってる。千葉県なら誰でも知ってほしいね。もう目が合う。もうこれ取ったらでかいぞ。でこれワンチャン。もう俺変えてるから。いいですか？では行きましょう。せーの、じゃん、オランダ。よっしゃ、オランダ。正解。おお。正解。おお。39店舗出します、うん、そうね、それはもう簡単だよ、それは。これはどこでやるかは知ってないけど CM とかそういうの聞いたことあるから。そうなんです、洋菓子を扱ってるお店らしいですね。和菓子も。正解？正解です。よかった。勘で当ててんじゃねえよ。次岡山、今1ポイントずつ。1ポイントずつね。これは大きい。さあでは、はい、お願いします。岡山ね。続いて岡山第1問です。うん、岡山県の方言モンゲの意味は何でしょう？分からんな。1番ものすごい、2番平凡、3番地元生まれの人。さあどれでしょう？意外と難しいかな。これアニメの妖怪ウォッチ見せたら分かるかもしれないですね。分からんな。それはもう分かるから、簡単だから。でも使ってる人いそう。モンゲーちょっとモンゲーモンゲーモンゲあーあーもう今のサスさんの発音で分かりました。そうだ、俺知らんで、発音は、うん、これですね、うん、いい、はい、せーの、はい、3、地元。もうこれはあのものすごい、うん、ものすごいでしたっけ、一番、はい、さあ正解は、はい、1のものすごいです。おっしゃあぶれて正解。モンゲーやな、モンゲーやな、モンゲーやな。え、そんな使い方すんの？いや、知らないです。普通やったら普通でしたね。ものすごい、よかった。俺普通すぎてないと思って。
地元生まれのやつとか嘘で思いつくかと思って。すごいですね、うん、確かに。あ、今2ポイント1ポイント、はい、いや危ない。よしよしよし、いきましょう、うん、これ取ろう。デデン、千葉県が全国生産量第1位を誇るキノコは次のうちどれか、うん、1. しめじ 2. えのき 3. マッシュルーム。千葉県が全国生産量第1位を誇るキノコは次のうちどれでしょう。 1. しめじ 2. えのき 3. マッシュルーム。わからんな、これ難しいね。知ってないときついね、これ。マッシュルームではないやろ。うわ、でもマッシュルームありえるかな。いや、はい、いきます。せーの、じゃん、マッシュルーム。マジっすか。正解。マッシュルームです。え、分かってました。トラ分かってるよ。えぇ、だって、しめじ、しめじなわけないやん。ブナしめじとかしか売ってねえやろ、お前。もうスーパー行ったら。よし、うわこれ2対2、うん、ほら、俺千葉のこと全部答えてるから、やっぱり地元だから。そうですね、うん、では、岡山第2問です、うん、はい、お願いします。次のうち岡山県が国内での生産を初めて行った衣服はどれでしょう、うん、1番ボクサーパンツ、2番ジーンズ、3番 T シャツ。さあどれでしょう。うわ、朝さんこれ分かりますよね。ん、分からん。分からないですか、うん、来た大チャンス。岡山県が国内で、これはマジありがたいですね。知ってんの。知ってます、これは。これは有名ですね、うん、岡山といえば。あ、そうなんだ、はい、俺も分かるんす。じゃあいいですか、もういい、はい、はい、せーの、ジーンズ。あ、分かってるんじゃないですか。分かってるじゃないですか。それはもう分かってるよ、常識っす。簡単だから。はい、正解はジーンズでした。よし、ほどいつ。そうですね、僕も今バレないようにジーンズで出た瞬間よしよしと思ったら。いきます。はい、お願いします。あ、あと2本だからね。あと2本、3対3だよね、はい、3対3ですね。はい、これが千葉県は最後ですよね。おうおうおう、はい、野球から見ます。ディディン、千葉県夏の甲子園の歴代優勝校をかけ、千葉県夏の甲子園歴代優勝校をかけ。え、選択肢じゃないの。選択肢じゃないです。俺がその千葉県の学校、そらそんなに分かってないから。え、千葉どこの高校があるっけ。あー、ちなみに優勝してない高校とか数多く書いた場合はマイナスにします。え、数、え、何も、何個もあるの。できない優勝なの。え、はい、書きすぎたらって、間違えたらマイナス1ポイントってこと。はい、優勝校難しいな。難しいです。優勝してんのかな。そういうことなんですよ。千葉の高校をちょっと知りたいですね、そもそも。いや、それはダメだわ。でも知らん学校は入れてないって大丈夫ですよ。知らん学校じゃ絶対出てこない。絶対知ってるわけ。いや、この高校が千葉かすらも知らないね。でもなんか、千葉県って言ったらね、優勝してっかな、あそこ。準優勝は絶対してんねん。でも優勝してるかどうかが分からへんねん、あそこ。どこですか。それは家に。そこ一個ある、ね、俺もうここだけにしとこう。マイナスポイントが怖いから。そうですね、僕もちょっと怖いんで。いい、はい、はい、せーの、習志野上層学院。なんかこういうとこなかったでしょ。あったよ、茨城にね。茨城ですか。茨城か。さっき私言ったじゃん、上層学院茨城の番組で。そうで、俺が迷ったのは銚子商業。準優勝はしてんのよ。準優勝はしてるけど、優勝してる。だから俺最初書いたのが甲子園出たこと思って、木更津総合とか拓大高陵とか、木更津総合で成田とかで、習志野、銚子商業とか我孫子とか出てるけど、優勝ってなった時に習志野は絶対してると知ってんだよ。でも他がちょっと分かんなかったから1個にした。え、習志野は知ってるんですか。正解は2個です。うん、うん、おー、はい、習志野と銚子商業です。あー、銚子商業やっぱ知ってんだ。知ってます。はい、1974年に銚子商業が優勝してる。俺銚子商業を書こうかどうかだけ迷ったんだよ、はい、でも万が一してなかったらマイナスになったら嫌やから、だからやめたの。絶対してる習志野だけにしたの。はい、あ、マイナス1ポイントだよね。マイナス1ポイント。あ、木更津総合はしてないんですね。してない、してない。結構有名です、ね、え、じゃあ4ポイント2ポイント。はい、じゃあ今4対2ですね、うん、じゃあ最後岡山県3番目です、うん、逆転、これは逆転チャンスありです。じゃじゃん、岡山県出身の現役プロ野球選手、わかるだけ勝ちなさい。知りません。岡山ね、知らない。間違ったらマイナス1。現役、現役、うん、
有名なメジャーリーガーを除きます。 NPB にします。うん、NPB ね、はい、入らないですか、はい、あの人、ちょっとあの人の近所の人がいないとか、ね、あの人しか出てこないですね。そうだ、あの人の家の近所、うん、もうご近所さん、ね、ご近所さん、わかりやすい、ご、うん、近所さん、もう超有名な話ね、これね、超有名な話でしょ、おさらうしみ的なね、で間違った出演者がいたらマイナス1ですからね、うん、はい、さあ青田君書かないと逆転できないですよ、うん、だって最低でも3問書かないと逆転できないよ。2問2人書いて同点だから。俺がもし誰も書かなかったら、この人はそうなんで、そう、そうか知らないけど、多分高校で考えたんやね、越境してる可能性あるから。そう、みんな関西来てたもんね。だってな、中田翔、大阪桐蔭っちっても広島だし、ね、そうか、うん、そうか、福留だって PL やから大阪っちっても鹿児島や、越境あるから。もう岡山って言ったらあの人とあの人と2人分かるっす。僕も、私もこの人岡山なんだと思ったら、高校はやっぱ、うんうんうん、ね、あっち行ってるんだ、わからないですよ。ちょっと待って、早く星野さん、OK、 元気です。星野さん、岡山ですか。うん、2年間あるよ、だから、うん、このジーンズの横のところに、はい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 、OK ですか、じゃあ、はい、せーの、トングー、あ、トングーと、トングーとクリ、ちょっと待って、クリは岡山大学、あれ、沖縄じゃない出身、いや、違います、クリは、鳥取県です。クリって違うの？だから鳥取県出身で岡山に行った。岡山行ってる。そうなんですね。はい、岡山行ってる？違う違う、昭和高校で行ってる。高校で岡山行ってる。高速道路が見える。で、足柄行ってるんだ。そうそうそう。はい、ということは、トングー選手は正解です。イエーイ。ということで、佐々木さんプラス1ポイント、青空君プラス0ポイント。問題全問正解だから。あ、そっか。ちなみにあの山本のあれで誰なんですか。トングー。トングーなんですか。そうそうそう、へぇ、トングーの、そう、サラリーマンに住んでたみたい。へぇ、イエーイ、千葉の仕事いける、すごいよ。ちなみにですね、誰、何名いるんですか。オカとか10万人がいて、オカヒゴミとか、あと楽天の太田光、藤井光也と、オゴ、楽天の方ですね、あと佐野選手もそうです、佐野圭太、藤岡雄大、柴田、DeNA の柴田選手、あとは野村雄介、そんな知らんよな。ちなみに山本圭太は分かってました。あ、山本圭太だったら分かってました。分かった。吉田も知らなかったです。うん、誰も知らなかったのに、あの幼馴染っていうから、あ、じゃあ頓宮なんだと思って、で、メジャーダメって言ったから、あ、山本なんだ。あれヒントなかったら俺ゼロに、俺もう誰も書くのやめとこうと思って。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。決勝進出頑張ります。袴田チャンネルチャンネルイエーイ。第1問は滋賀県から、はい、滋賀県の、はい、市町村市町村